今回はこちら、フランスの金のお守りの競走馬、ノージャントリックを見ていきたいと思います。了解です。それではレースを見てみましょう。プリンセスパティ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。先頭変わってノーザントリック、リードは2馬身から3馬身、内で食い下がるプリンセスパティ。残り 200m を通過して後続は遥か後方、2番手はタイムトピート、ノーザントリック、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はサルコフストール、勝ったのはノーザントリック。見事な勝利です。前はスマーティシータ、スマーティシータ、後続を引き離します。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はノーザントリック、差を広げにかかります。あと 200m、 ノーザントリック余力は十分、さらに引き離していく。2番手はサーカスプルーム、ノーザントリック、この馬で決まりか。ノーザントリック1着、ノーザントリック完勝。2着はサーカスプルーム、3着にボーフィールドフロー、勝ったのはノーザントリック。見事な勝利です。ということで、ノージャントリックが出走した1984年の G1 レースをご覧いただきました。なかなか強かったね。史実での競争成績は6戦4勝、うち G1 レースは2勝していますが、デビュー戦は3歳の4月と遅く、現役期間も約半年ほどだったみたいですね。でも負けたレースも2着だし、いわゆる連帯率 100% っていうやつやね。名前でお察しの通り、ノージャンダンサーの3区になりますが、ノージャントリックの同世代にはエルグランセニョール、サドラーズウェルズ、セクレトなどノージャンダンサーの優秀な3区が多数存在し、ノージャントリックを含めこれらの競走馬たちは欧州のクラシック戦線を席巻したことから、ノージャンダンサー最強世代とも呼ばれたようです。奇跡の世代みたいでかっこいいやん。引退後は繁殖牝馬となりますが、3区の成績は振るわず、最後の子であるホンダノバのインプルーデンス賞の勝利が唯一のステークス競走勝利とのことです。少し残念やね。なお、ホンダノバを産んでからのノージャントリックの情報は少なく、存命している話も打開している話もないようですね。まあ現時点で生後40年以上になるわけだから、すでに亡くなられていると考えるのが普通だよね。では今回はここまでです。それじゃあまたねー。